皆さんこんにちは、ともり新田です。今日はですね、エイジングケアもできるクレンジングを3つご紹介したいと思いますので、最後までご覧ください。クレンジングって、まあ、正直ね、皆さんなんか洗うものだから、まあ、ちょっと手軽なものでいいし、プチプラなものでもいいよって思ってる方も多いと思うんですが、もちろんプチプラでもですね、本当にとってもね、肌にも優しいし、クレンジングできるものもたくさんあるんですけれども、今期出てきているクレンジングの中には、クレンジングだからもちろんね、お化粧を落とすっていうところもポイントなんですけれども、メイクをしっかり落としながら肌のエイジングケアもしっかりできるよっていうようなクレンジングが結構出てきてるんですよ。なので今日はその中のうちの3つをご紹介していきたいなと思うんですが、もうズバリ本当にクレンジングを超えたエイジングケアクレンジングっていう感じなので、最後までご覧ください。今日ね、3つご紹介するの先に話ししようかなと思うんですが、それがこちらになります。すいません、ちょっと私がもう使っちゃってるんですが、ファスのクリアクレンジング、シュウエムラのブラッククレンジングオイル、ドクターシーラボの VC100 ホットピール毛穴クレンジングになります。まず皆さん大好きこのシュウエムラからお話ししていきたいと思うんですが、シュウエムラのクレンジングって本当にいっぱいあって、ロングセラーのアルティメイトとかもあると思うんですけど、今回はその処方ではなく、もう全然新しいクレンジングだと思っていただければいいと思います。アルティメイトの場合はトウモロコシ胚芽油っていう油脂系のものと、あとエステル系の油分をしっかりいいバランスで配合していることによって、ちゃんと肌にも優しく、メイクもしっかり落とせるという、シュウエムラ自体がもともとシュウエムラさんっていうメイクアップアーティストが開発しているブランドになるので、メイクをちゃんと乗せるためにはちゃんとクレンジングができなきゃダメだよねっていうことで開発されているのが、まあ、アルティメイトとかなので、本当にメイクもしっかり落としながら肌にも優しいっていうのがアルティメイトなんですが、今回はさっき言ったみたいにエイジングケアもできるようなクレンジングになっております。というのも、まあ、ベースはですね、パルミチン酸エチルヘキシルというアルティメイトの中でも入っているエステル系の油がメインになっているクレンジングオイルになります。で、あとそこにですね、これ黒いじゃないですか。実はこれ出しても黒いんですよ。その黒さは何かというと、備長炭が入ってるんですね。で、備長炭自体もその毛穴の吸着、皮脂の吸着っていうことで、まあ、毛穴をしっかり落としていくよっていうことになるんですが、もう一つ AHA っていうものと LHA という2つの酸が入っています。AHA っていうのはアルファヒドロキ酸といって、まあ、皆さんよくご存知なのは、まあ、フルーツ酸だったり乳酸だったりグリコール酸だったり、まあ、ピーリング系のものになるんですね。これは pH が大体3ぐらいなので、ちょっと刺激になることもあるんですが、多分これはすごく少量なのでターンオーバーを促すような感じになっています。なので AHA は多分皆さん、ね、よく知ってると思うんですが、ポイントはもう一つ入っている LHA というものになります。LHA っていうのは実はロレアルグループが開発した酸になるんですけれども、酸なんですけども、脂溶性の酸、油に溶けやすい酸なんですね。だいたい pH が 5.5 ぐらいなので、お肌にもそんなにピリピリ感とかがない酸になります。シュウエムラってロレアルグループなので、だからこれが入ってきてるんじゃないかなと思うんですが、 LHA っていうのが実はエイジングケアにはとっても大切なものになってきます。まず LHA っていうのは油に溶けやすいので、こういうねオイル系のものに入れるにはぴったりなんですね。しっかりとこのオイル系に入っていると、低い濃度で角質を除去してくれる効果があります。で、角質がある程度取れることによって皮膚のターンオーバーが促されるっていうのは皆さんも多分ご存知だと思います。これって脂溶性であんまりね深くいかないので、角層の本当に表面の油があるところだけの角層をしっかり取ってくれるっていうことなので、酸ってこうしっかりと奥まで入っちゃうと乾燥の原因にもなるんですが、これはですね、脂溶性なので角層の表面部分だけなんですね。そこも肌に刺激感がないポイントかなと思います。表面の角層だけに働きかけるわけじゃなくて、これが少量ですね、表皮の細胞の再生を促してコラーゲンの発現をプラスにしてくれるっていうデータもあるんですね。この LHA っていうのは色素沈着を改善したりとか、あとはシワの改善っていうことも報告されている酸になるんですよ。すごくないですか。表皮のヒアルロン酸がアップすることによって、まあ、シワが少し改善されたりとか、ターンオーバーが促されることで余分なメラニンとかが出ていって、色素沈着の改善ということだと思うんですが、これは本当にエイジングケアにもぴったりだし、あとはまあ毛穴っていう意味でも脂溶性なので、毛穴の中にもしっかりいってニキビの予防にもなるので、毛穴をケアしたい人もそうですけれども、張り感とかツヤ感を出したいっていうエイジングケアの方にもすごくぴったりなクレンジングだなということがわかります。
続いてがこのファスのザクリアクレンジングジェルなんですが、これもですねすごく面白いものになります。ファスってもともと黒豆を発酵させた発酵エキスを入れることで化粧水とかも本当にねなんか透明感だったりとかを出すような感じなんですが、これにももちろん黒豆の発酵エキスが入っています。黒豆の発酵エキス自体も透明感を出してくれたりとかエイジングケアをするんですが、もう一つで面白いものが入っているのが京都産の蜂蜜の発酵エキスなんですね。この蜂蜜の発酵エキスに何が入っているかっていうとグルコン酸というものが入っています。グルコン酸っていうのは何と似ているかというと PHA という酸が多く含まれているんですね。で聞いたことあると思うんですが PHA っていうのはグルコノラクトンといってちょっと前に流行ったあの水ピーリングっていうもので酸なんですけれども分子量がすごい大きいので肌にとどまって表面だけピーリングするだけじゃなくて水分をしっかりと維持できるピーリングだからピーリングなんだけれども乾燥感がなくてどちらかというとツヤ感水のを滴るようなピーリングができるっていうことで韓国の美容医療とかですごく流行ったのがこの PHA なんですね。で PHA っていうのは科学的に作ることができるんですが、今回この京都の蜂蜜を発酵したエキスの中で出てきたのがこのグルコン酸といって PHA に入っているものなんですが、天然のものだからこそなんかいろんな成分とかも一緒に入っているので化学式だけで単独でする PHA よりもさらに水分だったりとか維持する能力が高いイメージがあるんですよね。これでクレンジングをするたびになんかねこうツヤ感だったりとかハリ感が出てくるような、もともと黒豆の発酵エキスにもアミノ酸だったりとかあと糖分だったりとか肌に透明感をプラスするようなものもしっかり入っているので洗うたびに角質ケアとかもできるプラス黒豆の発酵エキスが肌にプラスになっていくので洗ってるんだけれどもツヤ感とハリ感も出てくるようなクレンジングかなというふうに思います。一つの単一成分じゃなくて複合成分だからこそいろんな肌にスイッチが押せるんじゃないかなと思うので癒しのクレンジングだけれどもパワフルなクレンジングだなというふうに思います。最後がこちらドクターCラボのホットピール毛穴クレンジングジェルになります。でこれはねリニューアルになっています。もともとこの VC100 のホットクレンジングっていうものがあるんですが、今回はより毛穴に特化したクレンジングジェルになっています。ホットクレンジングって書いてあるので、主成分っていうのはグリセリンが結構入ってるんですね。グリセリンって結構高濃度入ってると水と混ざることによってあったかみが出るんですよ。なのでグリセリンが主成分に入っています。それだけじゃなくってこれにはですねすごい面白いなと思ったのが APPS ですね。Cラボといえば APPS じゃないですか。それが今までの2倍入ってます。もう一つは吸着型のヒアルロン酸が入ってるんですね。これが入ってることによって通常だったら APPS もクレンジングだからたくさん入ってたとしても洗い流されるじゃないですか。でも吸着型のヒアルロン酸が高濃度入ってることによって APPS もちろん洗い流されるとは思うんですが肌に残る確率もすごく大きくなるんじゃないかなと思います。なので APPS っていうのは浸透が結構奥までいくので、例えば真皮だとかのコラーゲンの酸性をね促したりもしてくれるので、そういう意味ではこれも貼り時間を関係するようになるんじゃないかなというふうに思います。プラスアルファナイアシアミドも入っていて、でこれも一緒に肌に残る確率も高いと思います。ナイアシアミドは表皮のヒアルロン酸をアップしていったりとか APPS は真皮の方まで浸透していってコラーゲンとかエラチンを増やしてくれるので、やっぱり洗いながらエイジングケアができるものじゃないかなというふうに思います。これにもですね PHA が入ってるんですね。 PHA さっき言ったみたいに分子量が大きいので肌にこう留まってくれてこう水分量を上げてくれるんですよ。さっき言ったヒアルロン酸も肌の水分量を上げてくれるし PHA も角質ケアもしながら水分量をアップさせるっていうものになるので、クレンジングなんだけれども毛穴の奥までしっかり洗うんだけれども乾燥することもなくしっかりと美容成分を高濃度入れることによって肌にもしっかり入れていくっていうような、まさにやっぱりこちらもエイジングケアをしながらクレンジングもできるっていう素晴らしいクレンジングなんじゃないかなというふうに思います。冒頭でも言ったようにクレンジングって洗い流しちゃうからプチプラでもいいかなと思っている方も多いと思うんですが、プチプラじゃない製品にはこういうふうにエイジングケアができるような成分がどんどん入ってきたりとかもしているので、クレンジング変えてみたいなっていう方はこれから先やっぱりちょっとね気温も上がってきて毛穴ケアとか角質ケアとかもしたいなっていう方はわざわざなんか化粧水とか他の導入美容液とかでピーリングケアするよりもクレンジングだと毎日できるので、なんかその一手間が省
づけるんじゃないかなと思うので、今日ご紹介したアイテムどちらもね本当に素晴らしいアイテムだなと思うので、ぜひチェックしてみてください。ということで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日の内容良かったよという方はですね、グッドボタンを押していただいたり、こういったものも取り上げてほしいというリクエストがありましたらコメント欄に書いていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。